ヨハネス・マリア・ファンルームは、オランダ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。地元のクラブビボ65でサッカーを始め、後に、ユーブフ・ユトレヒトで、本格的にサッカーを学ぶ。当時、同クラブには、マルコ・ファンバステンも在籍し、二人は、将来を有望視されていた。1983年、エール・ディビジ FC ・ユトレヒトとプロ契約し、キャリアをスタート。 翌年にはレギュラーをつかみ、以降主力として活躍する。1985年、KNVB カップ決勝戦で、唯一の得点を挙げ同クラブ優勝に貢献。同年に、オランダ A 代表に初選出され、1985年11月20日、メキシコ W ハイ予選対ベルギー戦で代表デビュー、した。その活躍から1988年、 ローダ・ジェシーに移籍し主力として活躍。1989年4月4日、テストマッチ対イスラエル戦で代表唯一のゴールを決めている。1990年、イタリア W 杯に挑むレオベン・ハッカー率いる A 代表に選出され、同年6月29日グループリーグ第3戦対アイルランド代表戦1試合の未出場。その年の夏に、 ベルギー一部の名門 RSC アンデルレヒトに移籍するもののあまり活躍できず、そこへアヤックスアムステルダムのベーンハッカーが獲得に動き、アヤックスへ入団することになった。ただベーンハッカーはクラブを離れルイス・ファンハールが監督に就任することとなり、良好な関係を保て試合出場を重ねるも、翌年足首を怪我し、出場機会が減っていった。そこへライバルである、 ビレム・ファン・ハネ・ヘム率いるフェーエノールトからオファーがあり、移籍するも、ポジション争いに勝てず、レギュラーにはなれなかった。フェーノールト・オービーのビム・ヤンセントの縁で1995年3月、高木拓也の怪我で、センターフォワード不足になった、J リーグ・サンフレッチェ・広島にレンタル移籍で、加入、1年のみプレーした。4月26日のベルマーレ・平塚戦で、J リーグ初ゴールとなる。 決勝ゴールを決め7月1日のジュビロ岩田戦では、ハットトリックを達成した。そして、フェイエノールトへ一時復帰し、同シーズン中に降格圏内にいたフルスである、ユトレヒトに、復帰、3シーズン在籍し、チームを降格から救った。その後は、キプロスのポエルにコシアへ移籍する、モノフルキズの足首の負傷から6ヶ月プレイできず、シーズン終了後に、現役引退。 引退後は FC ユトレヒトでユースコーチを務め2002年からトップチームのアシスタントコーチとして活躍ホエクブーイヤファンハネヘムの下でコーチ経験を積んだ2008年ファンハネヘム監督会議に伴い契約解除された2011から12シーズンにはアマチュアクラブの CSV アペルドールン監督兼務する形でスパルタロッテルダムで ストライカーコーチとして活躍した。2013年現在はアマチュアクラブのローダ46に所属。地元で少年サッカーを中心とした指導者として並行して TV 解説者として活躍している。ありがとうございます。